様です。お借りします。はい、どうもー。はい、暴走快特バスをとにかく明るいワンマンエリックです。はい、今回はですね、あの今年の5月のあの KQ フェスタで発売されたグッズ入手してきました。はい、というのも、はい、はい、こちらをね、はいはい、はい、こちらを入手してきちゃいましたよ。はい、はいはいはい。はい、入手してきちゃいました。では早速とね、紹介いたします。ではまずはじめに、こちらですね。まあすべてまあ、おとどり研究のものなんですけど、はい、歯ブラシです。早速開封してみたいと思います。はい、じゃじゃーん！はい、歯ブラシ！はい、こちらの、すごいな、この、映画。もう、他のね、まあ、緊急電車とかもありますけども、まあ、私的にはね、暴走快特バスを落として、これでしょ、これ。この、これだよ、これ。この、歯ブラシの柄でないと、暴走快特バスを、とにかく明るいワンマンエリック呼ばわりはできませんからね。うん。はい。あ、これ、歯ブラシでいろいろ使える。おー、これ、まあ、サイズ的にこれ、子供のあれかな。うん。おー。すげえな、これ。あー、すごい、うおー。お、素晴らしい歯ブラシ。さあ、続いては、はい、こちら、ネックレスストラップ買ってきちゃいました。では、開封します。はい、じゃじゃーん！はい、イェーイ！はい、どーん、いったー。はい、どーんと。はい、見えますでしょうか？はい、買ってきちゃいました。あ、もう知り合い様のね、まあ一部の社員様たちを見てね、もう欲しくなっちゃったんでね、買っちゃいましたよ。まあ、つけてみましょう。ああ、いい感じ。いい感じ。あ、いい感じ。あ、いい感じ。ああ、もうこの、ああ、欲しかった。KQバスの。ああ。このネックレストラップ。まあ、持ってる、すでにね、まあ、毎回使ってるこちらもいいけども。やっぱこっちからな。もう、この後はもう、この後収録の後はもう、これをもう、かけていきます。はい。はい、もう、あと、黄色い電車の方もあるからね。赤と青も。まあ、その他にも色があるのでね。ぜひ、下の説明欄に、リンクを貼っときますので、ぜひ、お確かめくださいね。うん。では、続いては、はい、続いては、ドン。はい、こちらはですね、メモ用紙ですね。はい。まあ、何かというと、お手紙を書いて、入れる、なんか、なんかこれ折り紙なのかな？まあ、それをやって、うん。で、入れるのでしょうかね。うん。まあ、開封したいところですけど、今回はこちらは省略とさせていただきます。では、最後、はい。はい、タオル2つ買ってきちゃいました。はは研究バスの、はい、マフラータオル。はい。では、その中の、はい、1つと言わないけども、全部開封しちゃいます。はい、じゃじゃーん！はい、いいねー、これー。あー、ではもう、これでもう、とにかく明るいワンマンエリックはもう、とにかく研究バスにはうるさい。あー、だよ、もう。
このヤバさの基準は、もうこれやばい、これもう見てるだけもうママ様って先見たくなるぐらい、わあ、もうほらこのタオル、わあ、すごいやばいでしょ、まあ、素敵どころかもうやばいでしょ、これこのますもうね、まあ夏はもう終わるんですけども、もうどうしようかね、まあ5月の時から買って、まあまあ欲しかったんですけど、まあちょっと大人のまあ理由でさあもうちょっと先延ばしちゃって、結局この時期に買うことになっちゃって、まあ入手しちゃいますけど、わあこれが、ああもうこれでうるさい男だよ、おーいーほいーはいー研究バス、これでもな夏でさ撮影で使いたかったね。バスの撮影にね、これ。これやりながらもう、毎日これしか考えない感じがしたかったですね。うん。ああ、これとつけてさ。ね。こんな最後にさ、こんな感じでつけて、はい。これをつければ、はい。はい、ビシッと決まる。はい、もう毎日なんか考えてない、なんかオタみたいな感じですけど、はい。はい、これが、決まってる、うん。はい、決まってます。はい、決まってるでしょう。おー、こんな、おー、入手してよかったよ。はい、ゲットだぜ。はい、こちらもね。まあ、それに合わせて、こちらと歯ブラシもゲットだぜ。はい、以上、ワンマンエリックでした。はい、とにかく明るいワンマンエリックでした。はい、ちょっとね、最近バス関連のね、まあ、動画がないのは大変申し訳ないんですけどね。まあ、今月9月、まあ、今月といっても、今月9月20日はバスの日っていうのもありますので、それともうちは、我が家にとしても、の目標なんですけどもね、リトルグループ結成と抱えていますのはもうご存知だと思いますが、それで、ね、鉄道の方もやってばかりで、ちょっと申し訳ないのでね、まあたまにはバスもやろうっていうことで、ちょっと、こんな感じで、まあグッズしか紹介はしてないんですけど、まあ、まあ、近いうちに、まあ、私の方がちょっと暇になれば、なんか新着のね、バス関連の動画でも、まあ、やろうかなと思うんですけどね。はい。また、じぎ様たちが、また騒ぎそうだな。おい、また何かやってんだよ、おい。なんだよ、すげえじゃねえか。おい、どこに帰ってきたんだよ、って、なんか言われそうな感じですけどね。もう、まあ、父がいにちょっと買っちゃいましたけど。もし欲しい方いらっしゃいましたら、先ほども申し上げました通り、下の説明欄に、リンクを貼っときますので、そちらの方ご確認をお願いいたします。あ、それとトミカに関してですが、今最近はちょっとね、もうケーキ屋家電の方はもう売れ切れちゃってるので、まあ営業所の方に行けばまああると思いますけど、それでもダメな方はヤフーショッピングやアマゾンなどでまあ探してみるよう、まあお願いしたいんですけど、まあ、そちらの説明欄にはリンク貼らないんですけど、まあ詳しくはそちらの方で直接検索して探してみてください。というわけで、こちらの、研究バス関連の、グッズの紹介でした。はい、では、失礼いたします。はい、ご視聴ありがとうございました。では、ベストウィッシュ。